こんにちは。ここは900リュースです。今日は日本時間6月26日です。ツイッター、ハリマン65によりますと、大阪東、大阪、平田小田町へ1丁目、徳安駅の近くのマンションで、火事、黒煙が上がっている。東大阪6月26日、ツイッター、ひよこちゃんねぬによりますと、大阪東、大阪市、平田内前、一丁目付近で火事、平田上町にマンション火災、徳安駅、黒治安について東大阪市消防局災害速報により14時5分9秒頃、東大阪市平田上町1丁目付近で超高層火災が発生し、現在消防車が出動しています。近い市民によりますと、遠い地方で黒煙が上がっている見えました。8階建てのマンションの7階の一室から出たかもしれない。当時の消防士によりますと、事件の部屋で当時に4人が住んでいました。インターネットの動画によりますと、黒煙がずっと上がっていました。